ル登録してくれると嬉しいな。こんばんは、元男の子の青木かのんです。ガチャ、今日は質問のメッセージいただきましたので動画を作ります。そう、これね、シール貼ったんですよ。 YouTube のスタッフさんがですね、記念にということでこのステッカーをくれたんですけど、どこに貼ればいいか分かんなくて、すごいね、バランス悪いんですけど、こうやって貼りました。こういうのって結構センスが出ますよね。すごい苦手なんだっけな。ここにね、こう水たまりみたいなさ、シール貼ってると思うんですけど、これって失敗したやつの何、上に重ねてんの、にじんじゃったりとかして、こう早速始めます。毎日見て和んでいる22歳女子です。質問相談室やっていらっしゃるので私も乗っかりたいです。男と女の2つの性別を体験されていることってなかなか貴重だと思うので、とても聞きたいことがあります。男の時に大変だったこと、女になって大変と思ったことが聞きたいです。お願いします。ありがとうございます。男の時に大変だったこと、もうやっぱり男扱いされることがすごい嫌でしたね。でもそのくらいかな。あとはやっぱり体がどんどん男の子になっていくから、成長期って、それを何としてでも阻止したいと常に思ってたから、寝る前にね 100% なりビタミンみたいなドリンクと豆乳をね、ガブ飲みしてたんです。こういう毎日にかかるお金が大変でした。女になって大変と思ったことが聞きたいですっていうのはね、やっぱり女になりたての時ってなんて言うんだろう、女社会に溶け込むのがすごい難しかった。ずっと男として育って教育も受けてるから、まだね、男社会の中にいた方が長いんですよ。だからか、いきなり女社会に入ったことによって戸惑いっていうのはすごいありましたね。大変だった。ただなんだろう、気持ち的な部分で言うと大変よりも女になれたっていうことの喜びの方が大きかったんで、なんとかそこは平気で今はぼちぼち楽しんでます。そんな感じでいかがでしょうか。ゴミが、このようなご要望は画面の下にある私の公式ホームページにお願いします。前髪ね、自分で切っちゃったんですよ。もういつもね、前髪を切りに行ってる美容室があって、そこ1000円なんですよ。で、1000円もすごいありがたいんですけど、髪伸びすごい早いから前髪だけ、なぜかそのために1000円払うんだったらもう自分で切っちゃおうかなって言って、こう工作バサミでチョキって切ってるんですよ。終わります。また次の動画でお会いしましょう。ただのスケベだよね、この手つきって。まずいよ。